おう、ずいぶん待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。おう、キリュウ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由分かるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。なあ、クゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて片桐ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本性が下手打つとも思っていなかっただろうからな。はあ、ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ片桐をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺は自宅出すんじゃねえ。安心しろ、片桐ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯七八年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれた。まあ殺しの方はそれで女将と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってとぼけんじゃねえわ。おいゲリュ、おめえよりによってなんで。まさか風間の頭の指示ってわけじゃ。おやっさんの指示って。聞かれたことだけに答えろ。なんであの場所を選んだ。頭の指示。それにチャカはどこで手に入れた。チャカ、この後に及んで。見つかった死体は痛めつけられた後、とどめに当たった。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴。もしその話が本当だとしたら、お前はだ。はい、間違っても俺はじと言ってるが。嘘に決まってんだろ。たく荒らぎしやがって。てめえみてえな下っ端。ああ、キリ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから。少し今言ったこと。ええ、どうやら金貸しから話聞く。とはいえうちの組があの殺しに。しかも場所は場所だ。このままじゃどうするよ、クゼな。答えは
何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその空の一坪を手に入れろとな。空の一坪、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一坪の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で片木の死体が見つかった、あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやっさんとどんな関係が？あの一坪にはな、別の意味もあってな、堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです？さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しちまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことはサツに言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。サツには今日中に実施しろよ。それと円骨めどけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。
なあ。Yes. そうだな。Yeah!
ええ。うん。おい。お？イエOh, man.
いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。島組のキリ東国クレジット社長に。うちの社長は。じゃあお前らこの人数相手に。ああ、こっちはいい加減爆発しそう。信じられねえ。まさかこ、あとはあんただけだ社長。話？今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？おい近づくな！わかった。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにそいつを頼む。その人は、あ、クゼノ。何の話だ。キリュウ、お前何やってんだ。あ、殺に実するように言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ！ああ、やっぱちょっとなまってんな。
現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。ごゆっくり。おめえと錦山は極道なんてまともに育ったやつ。ただな、風間の頭もえげつ。どういう意味。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉、頭のためなら命も惜しくねえってよ。そろそろ本題に入ってもらえませんか。くっ、キリュウ。何、殻の一粒の話はしたな。それさえて、だがそのために必要なあの土地のある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺、構成員2万5千の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡している。やっぱりさあな。た俺につくか、もう先のねえ風間につくか。くせえな。なんだ、あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが。全何、俺のこともおやっさんのこともあんたガキが、この俺を敵に回すの覚悟ならありますよ。